皆さんこんにちは。 OB クラブ公式 YouTube チャンネル4月の投手部門の司会進行させていただきます、ベースボールプランニング加藤優です。よろしくお願いいたします。さあ今回は東京新高円寺にありますセノンスポーツゼロからお届けさせていただきます。早速4月の講師をご紹介いたしましょう。ドラゴンズで活躍されました山本昌さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします。いや山本昌さん本当に今いろんな YouTube でここ、まあ、まあいろんな YouTube というかねあの僕自身は YouTube チャンネル持ってないんですけども、あの呼んでいただいたりね、はい、ちょっとこうテレビ局の関係でそのご一緒させてもらったりっていうのはあるので、はい、僕が YouTube チャンネルやるとすぐラジコンとかあのクワガタとかに走っちゃうので、趣味のですね、はいはい、そっちは将来やるかもしれません。なるほど、はい、まあ、ただいろんな YouTube チャンネルで特にそれこそプロ野球の裏話だったりだとか、特に最近だと山々話、うん、山崎武さんと、はい、非常に面白くご拝見させていただいてます。まあその山本山崎っていうとね、どうしても星野さんとかね、その落合監督とか、はい、そういうネタが出てきますんで、あの一緒にずっとやってたんでね、はい、いろんな地上波では話せないことをなぜか YouTube では話せてしまうというね、皆様にこう、視聴していただくのは変わらないんですけども、なんとなくね地上波だとこれはやめとこうとかあるんですけど、YouTube だとどうしてもね気持ち的にちょっとおおらかになるというか。なるほど。だからなまあまあ、 あの里崎君なんかもね、結構ぶっちゃけたりしてるんで ね、 ね、いやいやでも彼は彼でねあの面白いしね、まあ、本当にそういう垣根が少し取れてくるのもいいかなというふうに思ってます、はい、さあその中でこのプロ野球 OB クラブ公式チャンネルでは山本昌さんの技術、ここを特に掘り下げて今回は皆さんに楽しんでいただこうと思っていますが、はい、いきなりお聞きして、まあ、でも技術ってねこう言いますけども、野球って、うん、やっぱ僕はもう投げる方の、はい、専門のこう一応今日話、まあ、今日から話にこう1ヶ月なるとは思いますけども、はい、プロもアマチュアもそれこそ子供も大人もね、うん、こういいボールな投げるこう形っていうのは同じなんなので、はい、うん、そのプロだから特別なことやってるんじゃなくてね、こうプロだから、そういうことができてて、さらに体に力があってとかね、うん、そういうことを私自身子供も大人も投げるこう基本であったりいいボール投げるシステムっていうか体のねこう使い方っていうのは一緒だと、はい、いうふうに思いますんで、ですから私はいつも思うのが、一般的な青年男子、はい、青年の、一般的な体型の人なら、うん、いい投げ方したら絶対130キロぐらい出ますよ。どんな人でも、どんな体格の人でもっていうことですか。まあ、女性にね130はちょっと厳しいかもしれませんけど、はい、やっぱ男性で一般成人のねこう平均的な体型の方なら、いい投げ方したら絶対130キロぐらいは、まあ、ぐらいですよ、130キロオーバーとは言いませんけど、はい、まあ、もうちょい下げて、まあ、125キロぐらいは、あとはもう体の動きがしっかりすれば、はい、キレのいいボールとかね、そういうことにもつながってきますんで、 ですからね、体にすごく力があってもやっぱそのロスしてる子供たちっていうのもすごく多いですしね、うん、はい、だそういう、こう技術的なこと、まあ、そのロスって、まあ、投げる基本っていうのはそんなにねこう数多くないので、うん、ほとんどの人ができてるとか、はい、できてないっていうところと、僕は何を今まで勉強したかというと、その基本をこう細かく喋れるように勉強してきたんですよね、はい、うん、だからそれ基本じゃんじゃなくて、じゃあ基本はこうこうこうでこうだから基本なんだよっていう話をできるように、はい、ずっと勉強してきましたので、うん、そういう意味では技術的な、ね、ことは僕の中では正解でも、他の、ね、見てらっしゃる方では間違ってる可能性もないことはないんですけども、はい、ただ私が言う技術的なことは、人間の体を持っている方なら、うん、おそらく大体の方に当てはまると思います。なるほど、はい、これがねちょっと、違う動物にこう投げろっていうのはちょっと技術的には無理かもしれませんけども、はい、一般男性の普通の体の方で普通の関節の付き方、はい、されている方であればおそらく間違っていることを言わないと、はい、こういうふうに僕は思ってるんで、はい、ぜひ聞いてほしいと思います、はい、よろしくお願いします。その中で山本昌さん、
もちろん、まあ、プロ野球選手ですから他の方よりかは高い身長そして恵まれた体格ですかがあってこそのその考えを持ちっていう、まあ、だから僕はたまたまね、ただ僕が一つ、思うのは僕球速くないじゃないですか、まあですね、正直ね、はい、この前プロスピード138キロマックスなんてなってましたけど本当マックスなんですよ、はい、ほとんどの試合は135キロとか、うんうん、その辺のボール投げてましたんで、はい、ですから本当に体は大きくてね、うん、体鍛えもしましたしやりましたけども肝心のスピードはなかったんですね、はい、ただそのスピードがなかったがゆえに50歳までやれたという、うん側面もありますから、はい、他がすごい強くてね、うん、やっぱ人間の体ってやっぱり速いボールとか遠くに飛ばす能力ってやっぱ背筋力がほとんど占めるんですよね、はい、だから僕は背筋が本当にね人並みなんですよ、はい、ですから他を鍛えてね、ただそのおかげで他が強いから、うんうん、あんまり速くないボールずっと投げてましたので、はい、無理してないんですよね体全体がね、うん、だからもう例えば大谷君とかね、はい、もう160何キロ投げるような人たちっていうのはおそらく体相当負担かかってるというふうに、ねはい、思いますんで、はい、僕はそこまで思いっきりなくても負担かからなかったんで長くやれたのかなってね、なるほど、はい、思ってます、はいはい、やっぱりその中で体の使い方をうまく自分なりに研究してこれまで長いキャリアをこなされてきた中で、はい、特に山本昌さんと対戦されたことがあるバッター皆さんが言うのは、まあ、それこそ130キロ前後のストレートには見えないと、うん、必ずほとんどの打者がおっしゃりますけれども、いやだからね、うん、はい、そう言っていただけるね、まあ、特に左バッターの、その選手から言っていただけるわけですけど、ね、まあ、自分のボールバッターボックス立ったことないんだよどんなボールが行ってるか分かんないんですよ。なるほど。意外と今まで、ね、キャッチャーしてきた受けてきたね、はい、こう中村星であったり、はいはい、こう矢野星であったり、うん、谷繁星であったり小田星であったり、はい、取ってるキャッチャー誰も速いって言わないですからね。あ、取ってるキャッチャーの感覚とバッターボックス立ってる人の感覚とは全く違うっぽくて、はいはい、キャッチャーに球速いって言われたことないですね。あ、なるほど。バッターからはたまにね、そういうことを言っていただけるわけですけども、うん、はい、そう考えるとそのバッターにとって速く見えるボールは何か秘密があるのかなっていうのは思いますけどもね、まあ、自分の中で当たり持ってる部分は多少ありますけど、正直、うん、ここでいろんなこと発信してね、じゃあそれしたら上手になるのかとか球のキレが出るのかっていうと僕はそうでもないと思うので山本昌さんだからできた、まあ、分かんないけど話半分に聞いてほしいですねここの話はね、はいはい、ちょっと聞いてみましょうか。まずそれこそキャッチャーには普通の球に見えるということは特別な、まあ、ストレートの握りだったりだとかそういったものは、あ、まあ、それは普通ですね、うん、だ僕は野球教室行ってもいつもボールの握り方から、はい、あれしますけども、ボールってねこう108つのこう縫い目があってね、はい、こう円についてるのでどうしてもこう湾曲してるでしょ、はい、ラウンドしてるのでこの縫い目もね、ですから人間の指っていうのもこう長さが全部違うじゃないですか、はい、一番長い中指が一番遠い縫い目に当たるように、遠い縫い目、はい、ですからこう、まあ、左なんで上から見るとこうですよね、はい、ここが一番遠いでしょ、はい、ここに中指が当たるようにする、うん、まあ、右だとこうですね、中指が一番大きい、人差し指の方が長い人もいるかもしれませんけどで一番遠くに当たるようにまず持つのが基本です、はい、これが一つこう山がずれると、うん、こういう握りになるんですよね。そうすると第一関節の中にこう中指の第一関節の中に縫い目が入ってしまうんですよ、はい、人差し指にかけてしまうと中指の中に、はい、そうするとね均等に指に かけれないでしょ、うん、ですからパッと握った時に上から見て、はい、丸まってるのが薬指の方に、あ、まずこれが基本です、はい、そうすると指先に両方とも同じように力がかかる、うん、まあ、当然そっちの方がいいですよね、はい、まあ、今ボールを動かす時代だからってこっちの方が動くやっていうのもありますけど、やっぱ同じにかかった方が肘への負担が少ないですね。肘への負担が少ない、はい、というともう怪我をするリスクも少なくなる、ボールちゃんと握ってる方が、まあ、多少でしょうけどもね、はい、うん、結局肘を悪くするリスクっていうのは人差し指を使いすぎると肘に来るんですよ、はい、ね、まあ、これはもう確定かどうかしない、うん、僕の経験上の話なんで、はい、その人差し指をたくさん
たくさんたくさん使うと日に、負担がかかりますから、はい、なるべくやっぱり両方に、うん、しっかりまっすぐの時も両方に、指の縫い目がかかるように、はい、まあ、僕はもう野球教室と必ずここから言います、うん、はい、意外とね小学校の野球だと3分の2ぐらいしかできてないですね、うん、正直私も少年野球してましたが、縫いストレートの投げ方ってしっかりと教えてもらったことってないかもしれないです。 あとは下級生はね、はい、なかなか指が届かないんでね、あ、まあ、はい、僕はねこういつも野球教室やるときは親御さんを呼ぶんですよ、はい、親御さんにも聞いてもらうように、あ、なるほど、来てくださいと、はい、もう園に入ってくださいって、キャッチボールがまず野球の基本なんで、うん、これからね当然そんな熱心に指導されてるその親御さんっていうのはね、うん、子供とキャッチボールも絶対するでしょうし、はい、あの子供がすぐ聞いても分かんないことを親が紹介してもらって、親に紹介してもらって、それをまた子供に伝えてもらって、それでキャッチボールをしてもらう、うん、そういうことによってね、あのコミュニケーションがあったり、その子供が野球が好きになったりっていうこともあると思うんで、うん、はい、僕はとにかくあの必ずあの野球教室でいろいろこうキャッチボールの説明をするときは、はい、親御さんやコーチもみんな聞いてくださいっていうふうに呼ぶようにしてますね、うん、はいはい、でその中でもう現役時代から特にそれこそ話にも出てきましたけれども、キャッチボールを特に一番大切にしていたと。そうですね、はい、キャッチボールでその日のことがほとんど分かるというか、その日のことがもう自分の体調の管理の一つ、はい、体調を知る術の一つと、というかその日のボールの調子とかね、うん、そういうものがすべて、はい、の朝 このアップが終わって、はい、最初にキャッチボールするときにその今の状態がねすべて把握できますので、キャッチボールでね、はい、ですから大事にしてましたね、うん、僕と川上健進っていうピッチャーがいつも2人でキャッチボールしたんですけども、はい、年間キャッチボール毎日やってね、はい、冒頭って年に1つか2つですよ。おそらく例えば60メートル70メートル離れるじゃないですか、はい、あのキャッチボールね少し、うん、毎日そんくらいは離れるんですけど、はい、年にどうだろう2つ3つはないですね。冒頭は川上健進もキャッチボールすごく上手で、はい、もうあれだけコントロールのいい、うん、まっすぐの回転でね、はい、スーッと落ちないボールで来るんですけども、はい、僕と川上のキャッチボールだったらね少しお金取ってもいいかなってぐらいのなレベルだったと思います。いや、はい、見てみたいですね近くで。あと今現役だって菅野投手とかね、あ、はい、菅野君の試合前に必ず遠投するんですね、はい、その東京ドームの、外野の方ライトポールからホームの方まで、はい、大体 100m ですよ、うん、試合前のキャッチボールで 100m 投げてるんですね、はい、軽く、うん、ああいうの見るとすごいなと、いうふうに思いますけどね。ああいうキャッチボールは、ね、はい、ボールが落っこってこないんですよね、やっぱ回転もいいんで、はい、ああいうのをちょっとねファンの方ぜひ試合前ちょっと早く行ってね、東京ドームあの菅野投手が先発の日とかね5時半ぐらいに行くとちょうど菅野くんが出てきてキャッチボール始めるんで、はい、ああいうのちょっと見てほしいです。あれ 100m 離れてるんでね、はい、100m はもう全球ほぼストライク、普通にプーンって落ちないボール投げてくる、うん、あれ見たらさすがだなっていうふうには思います。はい、その中でキャッチボールで調子が、もし今日が悪い、今日のキャッチボールの調子が悪い、うわ今日先発だとなった時って正直どういう気持ちに？大体ダメですね。なるほど、はい、だからキャッチボールが良くて試合調子悪いのはしょっちゅうあるんですよ、はい、キャッチボールが悪くて試合調子いいってのはないですから、うん、もう 100% ないので、はい、そう考えるとわもう今日きついそうだけど、でも先発ピッチャーって必ずマウンドに上がらなきゃなんないので、はい、そういう時はなんとかね、今度はなんとか試合にしなきゃ、はい、なんとかこう、まあ、それがピッチャーのね、うん、こう仕事なんで、はい、どうでしょう、今の先発、まあ、143試合としてね、各チームローテーションピッチャーって大体28か29ぐらいですよね、あの先発の回数がね、はい、おそらくね、調子がいいので10回ぐらいなんで、10回ないかもしれないですね、うん、そんなほとんどが普通で、ほとんどが普通以下ですから、はい、そう考えると調子がどうですかね、5、6試合かもしれないですね、中で普通が、まあ、10試合ぐらい、悪いの方が多いぐらいなんで、そう考えるとその悪い時にどう、ね、ピッチングするかが、はい、そのローテーションピッチャーの鍵だと思いますんで、うん、キャッチボール悪い時はいつもがっかりしますけど、逆になんとかしなきゃっていう、ね、なるほど、ふうな感じになりますよね、はい、特にその中でのメンタルといいますか、どのように試合まで持ってきて、
ま、でその調子悪い時はマウンド上ではどのような気持ちで、そうですね、だ調子悪い時マウンドに立つ、まあなんともなんないんですけどなんともなんないんだけど、なんとかね、こう低めに散らしたり、こう気をつけたりね、だいたい調子悪い時ってコントロールも大して良くないんですよ、ただその全部が悪いわけじゃないですから、はい、例えば変化球が今日はいいとかね、コントロールはまっすぐ走ってないけどコントロールがいいとかね、そういう自分のいいとこ探して、はい、その日のいいとこ探してなんとかそれを前面に出してね、調子悪い時ならなんとか5イニングを試合に、例えばそのクオリティスタートっていうね言葉がありますけども、はい、やっぱりクオリティよりちょっと少なくてもいいやぐらいな、5回3失点以内なんとかとかね、試合を作ると、はい、あとはまあ調子良ければね、やっぱもう今日は完封してやるぞみたいな感じでマウンドに行くんで、そう考えると、まあ、悪い日は悪い日なりに、でもそれができるのは僕はローテーションピッチャーだというふうに思いますんでね、はいはい、いかにね、まあ、あの田中マー君がね、楽天帰ってきましたけど、はい、まあ、調子悪かったら日本でもそれは KO される時ありますよ、はい、ただああいう平均点高いピッチャーってね、調子良ければ当然勝ちますし、普通の状態でもねおそらく優位に立てると思うんで、私はだからまあ、怪我さえなければ相当がやるんじゃないかと思ってもありますけどね。なるほど、試合までのメンタルについてお話ししましたが、さあここからは試合中の山本昌さんの、まあ、フォームだったり、それこそ変化球マウンドさばきだったり、聞いていこうかなと思います。特に山本昌さんは特徴的なフォーム、大きいワインドアップから、まあ、特徴的のあるフォームで、まあ、バッターを惑わせるといいますか、非常にまあそういったフォームが特徴的ですけれども、あのフォームにたどり着いたといいますか、たどり着いたというよりは小さい頃から普通に投げたら、はい、あのフォームだったというかね、高2の時にテレビ神奈川というところで、初めてセンターからその試合をね、はい、放送してもらったんですよ、はいはい、高2の時に公式戦、あの、夏の大会で、はい、あれを見た時に、うわ俺ってこんな変なフォームで投げてんだっていう風に、当時あのホームビデオとかない時代なんで、はいはい、初めて自分のフォームをこう外から見た感想がね、かっこ悪いフォームだなっていうのが第一印象ですね、こんなにかっこ悪いんだと思いましたけどね。でもそれは昔からもうそのフォームだった、元は堀内さんの真似から入ったんでわけですけど、これ堀内さんにもお伝えしましたけど、はい、全然その似てもね堀内さんの綺麗なフォームじゃないですから似ても似つかないわけですけども、まあ、でもいろいろねこうごちゃごちゃしたフォームではありましたけど、はい、私にとってはね、非常にプラスの多かったフォームなのかなと、いうふうに思います。ただあの晩年に関しては、フォーム変えることに怖さがなくなったので、どんどんいろいろ細かいところは、やりながら、変えながら行きましたけどもね、はい、もちろん年齢的にその時の自分の体の作りに合ったようなフォームにどんどん変化していく。僕はね、でもね、自分の体に合わすんじゃなくて、はい、効率のいいフォーム、効率のいいフォームとか、もっと力が出るフォームってそっちばっかり追っかけて50歳までね、はい、やってきましたので、いろいろ40ぐらいからは毎年フォームをいろいろこう、まあ、鳥取のね、あの小山先生という、ワールドウィングというね、書道負荷の先生がいらっしゃるんですけども、はい、一緒にフォームを考えながらね、やっぱ先生ダメだよとかね、でキャンプ行って、ね、あのやっぱやめますとか、はい、あのあじゃあこのまま続けますとかね、うん、そういうことでそういう意味でいろんな形でいろんな投げ方試したので、いろんなフォームはどうなるかっていうのはすごく勉強になりましたね、今勉強にあのその時のことが今すごく役に立ってます。なるほど、はい、特に今マウンドに上がったとしても現役時代のフォームではなくて今自分が効率よく投げれる投げ方を、そうですね、今体がねあの25ぐらいの体持ってたらおそらく今の自分の技術とか、経験あるならおそらく最多勝争い加えるんじゃないかなっていうふうには思いますけどもね、はいはい、まあ、先ほど名前が出てきました鳥取の、まあ、小山先生という、はい、まあ、書道負荷を、ね、そうですね、日本で、はい、まあ、ずっと、ね、理論で提唱してきた方になりますが、まあ、今年はね、特にあのそれこそ臨時コーチで阪神に2年間行かれてましたが、そうですね、はい、その藤浪投手が今年
鳥取でキャンペーン前に。そうなんですよ、うん、なんで知ってるんですか。ちょっとスポーツニッポンでね書いておりましたんですが。あ、スポーツニッポンに書いてあった。はい、あ、そうなんですね。はい、はい、そうなんだ。そうです。それも何か山本昌さん関連。わ、私は関連ではないですね。あ、そうなんですか。はい、僕関連は僕は関連ないです。はい、ないです。はい、はい、まあでも特に臨時コーチをされていた2年間で特に藤浪投手というのは今年、これは4月の放送なのでもうすでに登板してますが、はい、開幕投手。そうですね、開幕投手に指名されましたってこの前連絡が来ましたけど、まあ僕はあるなと思ってたんでね、その、西君がね、開幕投手、まあもう普通なら開幕投手なんですけども、はい、少し体調崩したってことでね、あの時期ならあ、これはこれ藤浪君あるなと、いうふうに思ってたんで、そんなびっくりしなかったですけど、なんか本人は結構びっくりしたみたいで、いや、びっくりしてますみたいな、ことを言っていましたけど、はい、まあ、ただね、まあ、どちらにしてもここ3年ぐらい、苦しみましたんでね、そのこう鬱憤晴らしをね、はい、開幕投手にぶつけてほしいなと、いうふうに思いますけどもね、はいはい、まあ、おそらく阪神ファンの皆様は山本昌臨時コーチのおかげだと思っていると思います。そんなことないですよ、彼の努力で あってね、タイガースの素晴らしいスタッフたくさんいますんで、はい、僕はもう離れて1年立ってるんだね、また関係ないとは思いますけども、まあ、でもやっぱね、こう一緒にやった選手がこう頑張ってくれるというのは非常に嬉しいですよね、はいはい、その中で、まあ、一つ何か藤浪投手に山本昌臨時コーチが教えたこと、アドバイスしたこと、もしよろしければ教えていただきたいんですが。そうですね、まあ、相当にね、まあ、3年間非常に苦しんで、まあ、その後に僕も、臨時コーチでこう接することになったわけですけども、はい、投げる形は崩れてましたね。あとは、そのボールが抜けてしまう症状が出てたので、はい、相当本人もね、あれだけのボールを投げるピッチャーですなんで、それはもう立つ方もバッター立つも怖いですけど、投げる方も怖いですよ、はい、ね、本人もね、だからそのいうことが起きてしまってたのを、やっぱりこの原因としてはやっぱり手首なんですよね。だからその手首をもうちょいこういうふうにしていこうかという話から入って、はい、一昨年の秋のキャンプ、はい、また去年の春のキャンプ、はい、その話をずっとしながら、投球フォームチェックしながら、いろいろお話しさせてもらいましたけども、去年の秋頃にちょっと気づいたそうです。自分自身でっていうこと。あ、マサさんが言ってたことがこういうことちょっと気づいてきましたっていう話をしてもらった時には良かったなと。ただ僕はその前から、まあ、4月に昨年もちょっといろいろまあハプニングがあって彼も出遅れたんですけども、はいはい、4月に初めて彼の登板を見た時に、今までよりまず指が立ってきたんですよ。指が立ってきた。指が立ってきたんですね。指自体が立ってきたんですね、はい、その手首はもっと本当は手首を立てましょうということから入ってったんですけど、はい、手首がもう寝てしまってたのが、はい、指だけ立ってきたんですね。リリースの時の指の指だけ立ってきたんです、はあ、あ、まあちょっと良くなってきたなっていうのを思いでずっと、はい、見てて、去年の秋ぐらいにね、あれちょっと手首も少し立ってきたなと、はい、いうふうに見えました、そして、ね、今年の、3月のオープン戦とかの映像を見ると、昨年よりももう一つ立ってきてるので、はい、まあ、そう考えるともうその体の方にバーンってね、まあ、誰でもピッチャーってデッドボールぶつけるときはありますけど、はい、そこにすごく行ってしまうような症状っていうのはもうあれなら確実になくなったはずなんでね、はい、あとは今度はこう自分がバッターと勝負するためのこう調整っていうのをね、うん、これからできるんじゃないかと。僕はね、この調整やるの3年ぶりぐらいだと思うんですよ、はい、今まではそのやっぱちょっと抜けないようにしたらどうやったら抜けないかなっていうことばかりね追っかけてて、うん、だから久しぶりにそういう調整にやっと入れることになりましたから、はい、僕はあの藤浪君っていうのはすごく野球センスのある、投げるセンスのある子だと思ってるんですね、はい、まあ、じゃないとね、甲子園で春夏連制覇なんか できないですから、はい、ですから、まあ、これからもっともっと頑張ってほしいなと、はい、今シーズン今までの憂さ晴らしをしてほしいなというふうに思ってます。どれぐらいの成績期待しましょう今年は、そうですね、まだでもそんな僕の中ではね、もっともっと良くなる余地を残してるんで、なるほど、
まだね、うん、まだまだもっといけるよってお前の体ならっていうね、ことはいつも思ってるんでね、まあ、2桁はね最低勝ってほしいな、まあ、開幕投手するんでね、はいはい、あとは貯金作ってほしいですね、はいはい、いくら勝っても負けない藤浪を見たいと、うん、そうですね、ですね、はいはい、今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。